学位を東大でで取っったのが年年だから20年ちょっと前なんですけどもその当時も一応温暖化っていうことは騒がれてはいたんですが僕自身は異常気象がどうして起きるのかとかあるいはえっとグローバルなその自然の気候の変動のメカニズムとかですねそういった研究をテーマにしていたんですね。でまあそこからだんだんその気候のシミュレーションモデルを作ったりとかっていうのにも参加してで自然の方がもう変わって。 来たわけですね。で、20年前だとまだまだ温暖化はあんまり興味ないよって言って、その自然のエルニーニョとかそういうことに。あのこう注目する研究者多かったんですね。で、1つにはデータがそこまで明確に温暖化の証拠を示してなかったからなんですけども、この20年でも明らかにそれは変わりましたね。でも、データがあの温暖化をいろんなところに、その気候変動のあの証拠が出て。 来ていてそうするとあの僕自身の専門はやっぱり自然科学特にそのフィジカルサイエンス、えー、ですのであの現実が変わればそれになんか応えるのは当然だと思ってましたので少しずつこうやはりその地球温暖化の、えー、研究にあの軸足が移ってきてるといった感じですね。えー 最初に、えっと、自分がその学位取った頃何やってたかってお話ししたんですけれどもあの、まあ、その当時は、えー、自分が将来ここまでいわゆる地球温暖化に関わると思っていなかったんですねでなかなかまあこうその自然が変わるスパンだとかあるいは社会が変わるスパンって様々なので読みにくいんですけども周りの,あの全然違う分野の先生なんかと話してやっていた。 研究テーマが20年経ってどう発展したかなんてのは当時は全然分かんなかったと言うんですよで。それはこれからも多分そうだと思うのであの今なんかホットなものにあんまりなんかホットだからってこう向かってみんなが向かっていくっていうのはちょっとこう何て言うかなあの見てるそのホライゾンが短いだろうなとは思いますね。もちろん 学位を取らなきゃいけないときはしょうがないですよ。1年先、2年先に論文を書かなきゃいけない。だけど、並行して10年経ったらどうなってるだろうなって考えたときには、なかなか、えっと、今はそこまで注目されてないような研究がクローズアップされる可能性は十分あると思うんですね。振り返ればね。ですので、そこは予測もできないと思えば、割り切ってですね、自分が一番なんかこう大きな問題は何かとかですね、一番取り組みがいがある。 分野は何かとかとそういうことを考えてその10年先の,あの自分のキャリアみたいなのをあの目指すといいんじゃないかなと思います。あのあんまりこういう年取った人間が偉そうに若手に説教するみたいなの好きじゃないんですよ実は <laughs> あの。自分のやりたいことってそんなにあの明確に見えてない若手の研究者も多いと思うんですね。でその時にじゃあどうしたらいいかっていうとなるべく 自分と環境の違う人あるいはちょっと分野がずれている人いろんな人と会ってあの話す機会を作ることじゃないかなと思いますこれは経験上ですがこれはその例えばアイデアをどっからあのもらうのかみたいなことを考えた時にも同じことやってる数人のグループだけでずっとあの研究続けていてもアイデアは出てきません。 一番最初に国際ジャーナルに投稿したのが学部の卒業論文なので1996年だったんですけれどもそれは今から思えば完全に練習作ですね国際ジャーナルっていっても日本の学会が出しているジャーナルですねで本格的にちゃんと引用してもらえるような論文を出したのはやっぱり博士の博士の 博士,博士論文を5本か6本の論文にしたんですけどもそれが最初、えー、ロジックだったりストーリーラインだったりみたいなものがどれだけちゃんとできてるかで論文を書くときになんかああ全然書けないなとなるかあスムーズにこう書いていけるかっていうのは違うなというふうに思う。 あのまあ、いろいろそなコミュニティへの,そのサービスという意味で言えば若手の研究者がまず受けるのは査読依頼ですよねで僕あの昔は査読依頼は絶対断らないというルールを決めていて今でもその自分の学生とかに対しては査読依頼が来たらできるだけあのそれは受けた方がいいよというふうには言っています。茶読っっていいい経験ですよねねやっぱり、ね、他人のの書いたものを客観的に 評価すするわけですから逆にじゃあ自分が次論文書くときに査読されたらこういうところが突っ込まれるかなとかいろいろ分からなかったところが見えてくるっていう意味でもあのこれはサービスっていうよりは、えー、若いうちはあのむしろんかなといいううふうには思いますでそこから先例えばジャーナルのエディターだとかあるいはいろんな委員だとかこれはもうサービスに。 なってきますので、まあ可能自分のエフォートと時間の許す範囲内でできるだけやるようにはしています。<music> あの僕らもよくアーリーキャリアサイエンティストとかって言って一生懸命こうエンカレージはするんですけども、ただ若手研究者って一括りにできないですよね。例えばそれが博士を取る前の学生なのか博士を取って数年間ぐらいまでの。え まあ日本で言ったら30代前半とか、えー、なのかによってだいぶあの立場も、えー、悩みも違うと思うんですね。でまあ学生の場合はとにかく、えー、自分の、えー、研究にフォーカスして、えー、学位取りなさい。もうこれしか、えーうん、ないんですけれども問題は、えー、と学位取った後ですよね。あの僕も自分の,そのプロジェクトで、えー、といわゆるポスドック何人も、えー、一緒に仕事してるんですけれどもあの その年代の、えっと、若手研究者はこれからその自分のビジョンを広げてでえかつそのスタンドアロンでやっていけるようにならなくちゃいけない時期なのでできるだけいろんなものにこう挑戦しながらかつ生産性も落とさないっていうことが要求されますよね。これがなかなかか難しいんですよねであの日本の学生ちょっと 経験上の一般論ですけれども結構完璧主義者が多くってですね論文をあんまり書こうとしない傾向があって要は本当に納得するまで論文にしないとかねでもそれって今の世界の潮流からするとダメなんですよもう山のように中国とかアメリカとか論文が出ているのでとにかくあの途中段階でもいいから。 まとまるものは論文にしなくちゃいけない。それを積み重ねて何年か続けていく。うちにその自分のキャリアって。まあ結果としてできてくる、えー、ので。とにかく論文をまあ、ちゃんと書きましょう。というのは常に言うことですよね。うん、例えば何かこの1本の論文で全部答えを出そうとかって考えると、いつまでたっても多分書けないんですよね。で、あの10ある問いのうち2か3がとにかく。 答えらられたらまず一そこで書きなさいとそうやって大体あの世界中の研究者でそうやってこう積み重ねてどんどんプロダクションを増やしていくものですよねそういうスタイルをやっぱり早めに身につけるっていうのは大事なことじゃないかなと思いますし、えー なんかいい経験だったなというのはその IPCC の報告書執筆作業ですねで AR6 のリードオーサーとして4年間執筆に時間をかけたんですけれども IPCC の報告書ってチャプターごとにチームを組むんですねでそのチームが10人から15人ぐらいで本当に多国籍でそもそもその何を書くべきかと。 えっていうところから、まあ、スクラッチからこう始めて、いくわけですけれども。で、それを4年間続けて、まあ、最終的にレポートがこう出ると、満足感も非常に大きかった。ですし、そのチーム、国際チームとして、あの、何か始めなきゃいけないという時には非常に参考になりましたね。記憶が新しいところになっちゃうんですけども、最近やってる、あの、仕事の一つに、その国際共同研究チームを作って。 えっと、その太平洋の熱帯域で、えー、実際のところ何が起きているのかというのをあの解明するような、えっと、研究プロジェクトというのワーキンググループを始めたんですねもともとどこから始まったかというとあの、ま、気候のシミュレーションで将来こうなりますよと言われている、えー、海の,その水温のパターンと最近30年とか40年で観測されたパターンが基本的に逆向きになっているんですよ。 でそれあのすごく不思議で、まあ、僕自身それちょっと研究してきたんですけれども海外でも、えー、それぞれこう不思議に思って研究してる人たちがいてでそういうのがなんか集まる機会があってあこれはちょっと結構大きい問題だからあの個別にやったじゃダメだから国際的にそういうチームを作って、えーまあ、少なくとも次の IPCC の報告書までには答えを出しましょうという話に なってですね、まあ、それが、えー、と去年おととしだったかな新しい、えー、プロジェクトで、えー、始まったんですけれどもこういったものはあの、まあ、実際そのタイムラインもちゃんと決めて研究はするんですけれども非常にダイナミカルでですねあのなんか手軽争いとかそういうんじゃないんですよそれってあ,あくまでもチームとして答えがちゃんと出ればそれでいいと。 ということなのであの非常になんていうんですかねまあこう使う場合はオリジナリティは大事ですけれども,も作るプロセスっていうのは、うん、あのもう一人じゃできないので当然チームで,で,でかつ必ずしも作るプロセスが自分の論文にはつながらないっていうことはままあります。 でまあ、別にそれでメッシュ奉をしろとは今時言わないんですけれどもそういう作るプロセスに参加することが自分の研究者としてのビジョンを広げる役に立つとかですねそういうふうにあのウィンウィンで考えてもらえるといいなとは思いますね。30年テイクばっかりでやってきた研究者が50歳になってからギブできるかとそれはできないと思うんですよ。で若い時 あの自分のこう立ち位置を確立するまでは何かもらったものでしょうがないと思うんですがどっかからあのギブアンドテイクのバランスをこうちゃんとしていくあの科学者ができることはまあ限りがあるとは思うんですけれどもでも、えっと、役割は一つではないと思いますね。で まず一つは僕自身もそうですしやっぱりその行政だったりあるいはあの施策を検討するような省庁の審議会とか委員会とかそういうところに行って、まあ、意見を述べる機会は多くありますね。でそこで政治家に直接インプットはできませんけれども実際にその法案の資料を作るような官僚の方たちとは 交換もできていますそのレベルで、えー、と行政側に、えー、こ,うこういうところが大事なんですよということを言うそれは可能、えー、なわけですねでもう一つはもうちょっとこうパブリックに対する、えー、ものですよね今 SDGs であったりあは脱炭素であったりっていうのがあの昔みたいにその、えー、個人の,あの割り箸を使うのやめましょうとかそういう努力でどうにかなるレベルではもうなくて。 やっぱりもうかなりトップダウンで例えばエネルギー政策を転換するとかっていうのができないと実現不可能であるってもうかな、まあ、明らかなわけですよねでその時にやっぱじゃあパブリックと科学者がコミュニケーションをすることでな何ができるかっていうとやっぱり意識を変えることだろうと思います。でまあ なかなかその日本ではデモも少ないですしねその一般市民のアクションが政治を変えたいい例っていうのはあんまり思い浮かばないんですけれどもそれでもやっぱりその一般の人たちの意見がメディアとか SNS とかいろんなものを今こう通じて少しずつ何かものを変える。 っていうのはまあ、あるとは思ってますので、そこに対してできるだけこう。正しい科学知識を、えー、伝えること,と。とまあ、あとはそのアクションとか。えー、まあ、その例えば生活レベルでも、えー、ここ,これにはこうどうしたらいいんですかね。みたいなところに対して、なんかあの助言ができればいいかなと思います。だからその2点でしょうかね。役割としては。は 社会というのがいわゆるファンディングエージェンシーを含む、えっと、政府行政側かあるいはメディアか一般かそれによっても全然多分違うと思うんですけれどもやっぱ、まあ、あの僕らみたいなその自然科学の研究分野ってあの国からの、えっと、予算がないと何にも多分できないですよね。そうすると予予算算科学研究の、えー予算 だったりあはその予算配分の考え方とかそういういいりにななるかなと思いますでもちろんその国の全体の科学予算は国,国が貧乏になっていく中でそこだけ増やせっていうのが無理なのはまあ誰しも分かっていますのであの問題はやっぱりずっと日本が取ってきたその選択と集中みたいな考え方を続けるのかちょっと軌道修正するのかその辺りじゃないかなというふうに思う。 ね、あの今でもやっぱり選択と集中の考え方が続いていて例えば情報系はあの AI だとかそういうところはものすごくファンドがつきますよね。ですけども特にそのなんか問題が複合的になってくると選択したってそこじゃないところからなんか次のサイエンスが出てきたりとかですねそういう可能性高くなってくると思うんですね。そううするとあんまりり選択してばっかりっていののはは結果的にはその将来の なんか新しい学術の目を育てないことになると僕は見ていますのでそ,こは緩和すそのやり方は緩和すべきだろうなと思いますので、まあ、ただ一方であ理学の研究者って宣伝下手なところがありまして例えば大きなプロジェクトの予算を取りに行く時には各分野の競合になりますけれどもアピールが下手だと、まあ、取れないわけですよねでそれを国のせいにして何でうちの分野に 予算をもっとつけてくれないんだって、それはちょっとやっぱりあのアピールする側のスキルの問題でもあると思うので、まああのか一方だけを責めるっていう形にはできないだろうなとは思いますね。あくまで自分の分野の経験上ですけれども、うん、えっとそういうの始めるのはもう少しあとあの自分の研究者としてのそのスタンスだったり、えーえー、あの。 アビリティだったりそういうものが、えー、できてからでいいと、えー、思います。あのなんかアピールがうまいか下手かっていうのはどれだけ多分野の人あ一般の方とか、えー、子供たちとか、えー、それそういう多様な人たちに対して自分たちの研究を話す機会があるかどうかであの向上するかどうかは全部違うと思うんですね。だからあの僕自身もそういうその一般講演会とか。えー その手のアウトリーチ活動っていうのはやっぱ三十過ぎてからやり始めたんですよね。ですのでそんなに早くあのそういうスキルを持たなければと思う必要はないだろうとは思います。で逆に言えばだからミッドキャリアの研究者は積極的にそのアウトリーチ活動とかっていうのはやった方がいいと思うんですね。<laughs>